皆さんこんにちは、マメです。タマです。今回は何ですか？今回ですね、痩せるリアルな1週間食事メニュー。今回の動画はリアルな1週間の食事メニューを全部紹介して、皆さんが実際にダイエットをする時の食事をイメージしてもらうための動画になります。僕らは普段 Vlog とかの動画で1日の食事を紹介しているんですけど、この食生活をずっと続けているんですか？お菓子食べても大丈夫なんですか？こういったコメントがよく来るんですね。皆さんの中にも1日の食事をイメージできていても1週間の食事をイメージできていない人も多いと思うんですね。確かに実際の1週間の食事とかお菓子をどういう頻度で食べているのかって気になりますよね。実際僕らもダイエットを始めた時は1日の食事はイメージできていても長期的にどういった食事を続けているのかなって分からなかったんですね。ただ僕らがダイエットを続けていく中で、この食事だったら無理なく長期的にダイエットを継続できる、そんな食事のルーティーンが出来上がったんですよ。もし間違った食事の習慣を身につけていたら、ここまで痩せることはできませんでした。そこで今回は僕らの1週間の食事に密着して、その食事メニューの内容を紹介していきます。今回紹介するのは僕らが何年も続けてる1週間のルーティーンなんですけど、このルーティーンを続けることで挫折することなく2人とも20キロ以上のダイエットに成功してます。またこれは僕らだけじゃなく、僕らの食事指導生も同じようなやり方でダイエットに成功してますので安心してください。ぜひ今回の動画を最後まで見て、実際にダイエットをするときに参考にしてみてください。また今回紹介する食事メニュー以外にも、お腹周りの脂肪を落とす方法だったり、ダイエットにおすすめな運動方法なども紹介していますので、そのような動画を見逃したくないという方は今のうちチャンネル登録をお願いします。早速今回は僕のね、1週間の食事メニューを密着してきたんですよ。なので携帯にそれをまとめてきたので、うん、1週間の食事を紹介しながら、僕がね1週間の中で大事にしてるポイントをね解説していきます。1日目、朝起きてすぐ EA を1杯飲みます。これが52キロカロリー、タンパク質 7g、 脂質 0g、 炭水化物 6g です。朝ごはんは白米 220g、 皮を取った鶏もも肉 150g、 これで513キロカロリー、タンパク質 34g、 脂質 8g、 炭水化物 82g になります。お昼ごはんはトマトクリームのパスタにシーフードミックスを 150g 追加、これで574キロカロリー、タンパク質 40g、 脂質 9g、 炭水化物 87g になります。そしてお昼ごはんの後に間食としてコンビニのザバスのプロテインと甘栗を食べました。これが238キロカロリー、タンパク質 23g、 脂質 1g、 炭水化物 37g になります。そしてこの後筋トレに行ってるんですけど、筋トレ中に飲むワークアウトドリンクが EAA とグルタミン、マルトデキストリンをミックスさせたものです。これが264キロカロリー、タンパク質 24g、 脂質 0g、 炭水化物 42g です。そして夜ご飯は白米 150g と皮なしの鶏もも肉 150g、 これにタルタルソースを少し乗せて、これで500キロカロリー、タンパク質 32g、 脂質 18g、 炭水化物 57g です。そして寝る前にプロテインを1杯飲んで、126キロカロリー、タンパク質 21g、 脂質 2g、 炭水化物 6g です。1日目の合計は2267キロカロリー、タンパク質 181g、 脂質 38g、 炭水化物 316g でした。昼ご飯お前だよ。さっき焼いた鶏肉と白米とふりかけだけね。バランスはいい感じだね。でもね、そうだね、うん、結局ねやっぱねバランスを整えればいいんだよね、うん、ポイント一つ目でこれ大事なのが、1日の必要なカロリーと PFC バランスを知ること。もうこれをやんなければ好きなように食べることもできないのよ。だからみんなに必要なカロリーっていうものを計算して、そのカロリーを守りながら理想的な PFC バランスを取る。そしたらもうね、とりあえずは何食べてもいいのかなって思ってます。昼ご飯のパスタなんかさ、うん、ダイエット感あんまないもんね。ないね、うん、もう市販に売ってるソースかけただけだから。うん、ただそういう時に足りない時にシーフードミックス足したりとか、まあプロテイン飲んだりとか、そういう感じで調整するのがいいね。ちなみに僕らはだいたいね1日の摂取カロリーで2400から2500キロカロリーぐらい取るんですけど、皆さんの場合だったらまずは最低2000キロカロリー取ってみてください。より詳しいカロリーを計算したいよって方は概要欄の公式 LINE を追加することで、無料でカロリー計算ができるシートをね配布してますんで、それで計算してみてほしいです。であとね、 PFC バランスに関してはタンパク質は体重の2倍グラム、脂質は1日40から50グラムで、残りが炭水化物。これでやってみれば大丈夫で、続いて2日目を紹介していきます。2日目も朝起きて EA を飲むんですけど、これはもう2日目以降毎日のように飲んでるんで、こっからはもうカロリーとか PFC は省略します。で、朝ごはんは白米 220g、 牛赤身 150g です。これで528キロカロリー、タンパク質 36g、 脂質 8g、 炭水化物 82g になります。そして午前中に仕事の気合をね入れるためにレッドブルを飲んだんですけど、このカロリーが115キロカロリー、タンパク質脂質はともにゼロ、炭水化物が 27g です。お昼ごはんはパンケーキと牛赤身肉 150g、 これで575キロカロリー、タンパク質 38g、 脂質 15g、 炭水化物 73g になります。そしてお昼ご飯と夕食の間に間食でタピオカ飲んでます。これが297キロカロリー、タンパク質 7g、 脂質 12g、 炭水化物 28g になります。で、この日も筋トレの時にワークアウトドリンクを飲んでます。で、これもね筋トレの日に必ず飲んでるんで省略しますと。夜ご飯はご飯 150g、 皮なしの鶏もも肉 150g で、揚げない唐揚げ粉をつけて焼いてます。これが448キロカロリー、タンパク質 32g、 脂質 13g、 炭水
炭水化物 56g です。そしてこの日はタンパク質が少し足りなかったので寝る前にプロテイン 1.5 杯分飲みました。これが 189kcal、 タンパク質 32g、 脂質 3g、 炭水化物 9g です。2日目の合計は 2348kcal、 タンパク質 176g、 脂質 50g、 炭水化物 293g でした。これ結構面白いね。こういうの食ってんだなってそう、確かにな。今日は俺の食事だもんな、うん、でなんかさ、見てて気になったのが、うん、パンケーキとタピオカ、うん、あはいはい、これ食えんのって思ってる人多いと思うんだよね。確かに多いだろうね、うん、俺もさ、甘党だから、うん、もう PFC 調整をすれば無理なく続けることがやっぱ第一目標だから、うん、こういうパンケーキとかもタピオカとかも意外と飲めたり食べれたりできるんだよね。しかも結構対照的なのが、うん、俺ってもう胸肉牛肉しかほぼ食べないのよ、うん、でタマって飽きるから食べ物がそう、結構うまいことやってんだよな。そうだね、結構いろんな食事を食べてる、うん、ただそういった食事の中にもきちんとやっぱスタメン、うん、みたいのは決めてて、俺だったらやっぱり鶏もも肉と牛赤身、うん、ここら辺は1日の中で必ず1食は絶対入るかなって感じ。確かに入ってるね、入ってる、うん、これがねスタメンを自分の決めておくと、なんだろう、カロリーとか PFC を計算するのが楽なんだよね。1日全部自分の適当な食事だった時になんかどっかで何かがオーバーしちゃったりとかするから、うん、スタメンを1日1食2食ぐらい入れておくことである程度好きなものを食べれるっていうのもポイントだね。確かにうまいバランスでストレスがない感じで食べてるね、うん、そうだね、まあ、パンケーキは意外だよな。確かにこれ食べれるからね食べれるから、うん、続いて3日目です。3日目も起床直後に EA を飲んでます。そして朝ごはんはご飯 200g と牛赤身肉 150g。これで 497kcal、タンパク質 36g、脂質 8g、炭水化物 75g になります。そしてこの日は1泊2日で旅行に行くので、お昼ご飯は駅弁です。で駅弁の時も、なるべくね脂質の少ない海鮮系を選んで、これで 646kcal、タンパク質 32g、脂質 8g、炭水化物 108g になります。そしてこの日の間食はカフェでコーヒーゼリーのパフェを頼んでます。これが大体目安なんですけど、246kcal、 タンパク質 4g、 脂質 8g、 炭水化物 31g になります。そして夜ご飯はもう旅行中で2人でお酒を飲んでるんで居酒屋に行ってるので夜ご飯のカロリーは分かりません。これあれだよね、一緒に旅行行ったやつだよな。そうそう、懐かしくね懐かしいねこれ結構一番リアルなんじゃないかな、外食というかさ、旅行行ったりさ、外に出てるというかさ。あーそうだね、うん、リアルだよな、うん、確かに俺らもさ、旅行とかのシーンってあんま映せないもんね。いやそうだね、うん、これを見て皆さんの中で思ったのが、夜ご飯俺カロリー分かんないって言ったじゃん多分えって思った人結構いるよな。確かにね、カロリー計算しましょうって言ってきてるもんね、うん、そうだよね、うん、こうやってね、僕らもたまには2人で外食してお酒飲んだりとか、あとはねスポンサーの企業の方々とお酒を飲んだりとか、会食って全然あるのね。でそういう時ってカロリー分かんないんですよ、もうどこにも出てない情報だから。だから夜ご飯外食とかの時はもうカロリーは計算しません。その代わりに朝とお昼でなるべく低脂質高タンパク、まあカロリーと PFC を調整するっていう意識は持ってるね。だから皆さんも外食とかって毎日はいかないと思うのよ、うん、その中で1日2日たった夜とかね、カロリー計算しなくてもこれで体重増えたりしないんですよ。だからこそスタメンを作っとくっていうのは一個安心材料にはなるよね。安心だね、うん、ちなみに夕食までのカロリーは計算したのよ、うん、それが 1480kcal でタンパク質 88g、 脂質 24g、 炭水化物 220g だったから、まあカロリーで言うと夕食で 1000kcal ぐらい取っても、うん、まあ問題ない、まあ、そんな食べないもんね。そんな食べない、うん、こういった感じである程度残しておいて、これぐらい残しておけば好きなね晩ご飯食べれるよねみたいな、そこで調整すれば特には問題ないです。続いては4日目になります。4日目もこれ朝ごはんは旅行中なんで朝ごはんのカロリーとか PFC バランスは分かりませんでした。ただ朝ごはんの白米の量、これはねなんとなく感覚で分かったんで 250g で今回は計算してます。そしてお昼ごはんは五右衛門でパスタを食べました。これで 716kcal、 タンパク質 40g、 脂質 19g、 炭水化物 90g になります。そして帰ってから間食でマルトデキストリンとプロテインをミックスさせたドリンクを飲んでます。これで 326kcal、 タンパク質 21g、 脂質 2g、 炭水化物 56g です。でこの後に筋トレのドリンクを飲んで、夜ご飯はご飯 100g とトマト缶シーフードミックスを使ってリゾットを食べました。これが 362kcal、 タンパク質 37g、 脂質 2g、 炭水化物 50g です。で4日目の合計は朝ごはんのおかず分を抜いた数字なんですけど、 1938kcal、 タンパク質 128g、 脂質 24g、 炭水化物 301g でした。このマルトデキストリンとかさ、サプリをうまく使うってのも一個の方法だよね、うん、あーそうだね、うん、これはね俺とかもやっぱ前もそうだと思うんだけど、うん、小食じゃん基本。朝食だしたまに時間がなかったりとか、あとは間食でカロリーと PFC はちゃんと取りたいんだけど、だけど夜ご飯までもうすぐだみたいな、うん、そういう時って固形食うとお腹いっぱいになっちゃうんだよね。そうだね、そうだから、うん、こうやってマルトデキストリンっていう糖質とプロテインっていうタンパク質をセットで取ることによって、こういうサプリからもきちんと取ったりはしてますね。うん、あとね多分最初の方でタマがさ、うん、ご飯はなんとなく計算しますって言ったじゃん、うんうん、あれ結構ポイントだと思ってて、うん、なんとなくっていうのは多分俺ら結構見てわかるんだよね。そうだね、これがタンパク質大体こんぐらいかなとか、うん、脂質こんぐらいかなとか、うん、で
で、なんでわかるかっていうと、スタメンを作ったりとか、食べるものを固定したりすると、大体これがどんぐらいかなって予想できるようになってくるんだよ。わかる。そうすると、例えば外食行って、全部はわかんないけど、大体こんぐらいだから、抑えられるんだとかっていうスキルがついてくるんですよ。そうだね。なんかさ、全部のおかずまではわかろうとしなくても、うん、白米の量がわかるだけでも、炭水化物は1日で調整できるもんね。うん、できるね。ただ、P と F はさ、うん、まあ調整はできないかもしんないけど、うん、とはいえ、1個できる範囲でやるっていうのはマジで大事だね。そうだね。うん、だから、まあ、朝昼晩全部ご飯の量を測るのは大変だよって人は、せめて朝だけ測るとか、うん、夜だけ測るっていうのを繰り返してると分かるようになってきます。続いて5日目です。5日目も朝起きて EA ですね。そしてその後は朝ごはん白米 200g とカツオの刺身を 200g。 これで 564kcal、 タンパク質 57g、 脂質 6g、 炭水化物 75g になります。でこの日も筋トレをしたんでワークアウトドリンクを飲んでます。その後お昼ごはんは音屋で僕らのコラボメニューを食べました。これが 849kcal、 タンパク質 39g、 脂質 19g、 炭水化物 119g になります。そしてこの日の完食はコンビニで卵とグミとプロテインを食べてます。これで 323kcal、 タンパク質30g、 脂質 6g、 炭水化物 41g になります。夜ご飯は白米なしで牛赤身肉とジャガイモを調理したものを食べてます。これで 343kcal、 タンパク質 34g、 脂質 13g、 炭水化物 28g です。5日目の合計は 2363kcal、 タンパク質 186g、 脂質 44g、 炭水化物 305g でした。これあれだね、夜炭水化物少なそうだね。そう、少ない。ジャガイモに変えて夜ご飯の炭水化物量を少なくするのはやっぱポイントかな。いやそうだね、ダイエット始めたら俺らするもんね。そうだね。皆さんも1日のカロリーと PFC を守るっていう習慣ができ始めてきたら、夜ご飯だけ炭水化物を少なくするっていうステップ2に入ってほしいのね。そうすることによって僕らの体感としては、夜ご飯の炭水化物量を減らしたことによって痩せるスピードが上がったなっていう感覚があるので、もしね1日のカロリーと PFC を守れるようになったっていう方は、このねステップ2入ってみてください。まあ量は食べれるからね。そうなんだよ。夜こうお腹空いて過食しちゃうみたいな人にとってはすごいいいと思う。いいね、うん、じゃがいもは白米の2倍グラム食べて、白米 100g とじゃがいも200g、 この炭水化物量って大体同じなんで、じゃがいもはね俺は結構食うね。そうだ、よく食ってるよな。よく食う。続いて6日目です。6日目も朝起きて EA 飲んで、その後に朝ごはん白米 220g、 牛赤身 150g です。これで 497kcal、 タンパク質 36g、 脂質 8g、 炭水化物 75g です。でこの日はお昼ごはんは時間がなかったんで、またプロテインとマルトデキストリンのセットを取ってます。でプロテインは2杯入れたので、これで 492kcal、 タンパク質 42g、 脂質 4g、 炭水化物 73g です。そしてこの後に間食でマイプロテインのプロテインウェハースとご飯シーフードミックスを炒めたものを食べてます。これで 592kcal、 タンパク質 39g、 脂質 15g、 炭水化物 75g です。で夜ご飯はお寿司を食べてます。注文したのはマグロ、サーモン、エビ、ホタテなんですけど、これで 554kcal、 タンパク質 44g、 脂質 12g、 炭水化物 74g です。で最後寝る前にプロテインを1杯飲んで、 126kcal、 タンパク質 21g、 脂質 2g、 炭水化物 6g です。6日目の合計は 2313kcal、 タンパク質 190g、 脂質 39g、 炭水化物 309g でした。いやこれさっき触れなかったんだけどさ、パフェ食べたりさ、グミ食べたりさ、ウェハース食べたりさ、結構お菓子食ってるよね。食ってるね。確かに振り返れば食ってるな。結構食ってるよ。食ってるわ。まあ実際ね、俺らって意外と食うんだよね。意外と食う。そう、なんか時々さ Vlog とかで1日の食事とかでは映したりしてるんだけど、うん、豆玉って甘いお菓子食べていいよとか言ってる割には食ってないでしょってコメントもらうんだけどさ俺らもう1週間で見た時には、ああいうグミとか、たまにはケーキとか、こういう甘いおやつって全然食べるんですよ。ただやっぱ冒頭に言ったポイント1ね、カロリーと PFC を守る、これさえやってればストレス解消のためだったりとか、まあ息抜きとか、そういうためにおやつとかで甘いお菓子とかデザートを食べるのも全然ありだと思う。まあグミとかね、炭水化物少ないからすごくねおすすめなんですけど、よくさチョコ食べていいのって聞かれるじゃん。あー聞かれるね。チョコもね全然食べていいんですよ、ただチョコって脂質が多くなっちゃうんで、他のねものと調整しなきゃいけないんですけど、調整しさえすれば食べれる。意外とね僕らがおすすめしてる脂質制限ダイエットってすごい自由なんですよ。そうだからやってるよね俺らも。そうなんかこれがさ、白米も禁止されてデザートも禁止されたら結構俺らもきつくない？長続きはできないね。ね、だからまあ人によってだと思うけど、僕らはもう脂質制限ダイエット以外はやってないです。最後7日目です。7日目もいつも通り EA を飲んで、朝ごはんはご飯 220g、 鶏もも肉 150g です。これで 513kcal、 タンパク質 34g、 脂質 8g、 炭水化物 82g になります。でお昼ごはんはコンビニで買ってきました。ファミマのメロンパンとおにぎり、そしてザバスのプロテインです。これで 675kcal、 タンパク質 27g、 脂質 16g、 炭水化物 108g になります。そして間食にご飯 150g と牛赤身 150g を食べました。これで 463kcal、 タンパク質 35g、
脂質 13g、炭水化物 56g です。夜ご飯はジャガイモ 200g と牛赤身 150g を炒めたものです。これで 337kcal、 タンパク質 35g、 脂質 8g、 炭水化物 37g です。そして最後、寝る前にプロテインを2杯飲んでます。これで 252kcal、 タンパク質 42g、 脂質 4g、 炭水化物 13g です。7日目の合計は 2291kcal で、タンパク質 179g、 脂質は 48g、 炭水化物 301g でした。この赤い丼に牛肉食うのが見られたねそうね、そうね、マジ手抜くとき超手抜くんだよな毎回これ出てくるんだよ。まあ、スタメンなんだろうね。そう、スタメンだね、やっぱね。今回はあれかな、コンビニかな。コンビニだね、うん、コンビニはやっぱ活用するときはあるね、うん、しかもメロンパン食ってるっていうねついつい食べたくなっちゃったんだよね、これね。うまいからね。うまいから、うん、やっぱり僕らも自炊は慣れたもんなんですけど、うん、時にはめんどくさかったりとか、自炊今日も鶏もも肉か牛赤身か、うん、でも外食するのめんどくさいなっていう日って全然あるのね。だからそういう時はコンビニに行って、コンビニご飯も今もカロリーとピークシーって全部書いてあるんで、そこで調整することも全然あります。あ、コンビニはうまく使ったらダイエットはしやすくなるよね。しやすくなるね、うん、コンビニでさ、食品添加物とかのことを言ってくる人いるんだけど、そこへどう思う豆的に。いや、それはね、うん、例えば1日3食2ヶ月3ヶ月毎日コンビニだったら、それは体に悪いと思うよ、うん、体壊すと思うよ、うん、だけどそんな人ってほぼいないじゃん。まあそうだよね。1日の中で、うん、まあ、1食多くて2食ぐらいじゃん、うん、だったら誤差だと思う。誤差だよね、うん、こういうさ、ゼロカロリー飲料とかも一緒じゃない。それも一緒。人工甘味料もさ、うん、毎日5本とかさ、うん、それぐらいの量飲んでたらやばいかもしんないけど、うん、まあ適度な量だったらダイエット中は仕方ないよねって話だよね、うん、だから結局食べ過ぎ飲み過ぎとか極端なものはそれ良くないんですよ、うん、それは別にコンビニもそうだし、ゼロカロリーもそうだし、適度にやればストレスもなくなってダイエットもしやすくなるんで、まあ、うまくやるっていうのがすごく大事ですね。そうだね、うん、以上が痩せるリアルな1週間食事メニューでした。皆さんはどうでした？これを見てみて、実際に豆玉って牛肉とか鶏もも肉だけ、そして白米だけ、こういった質素な食事をイメージしていた人も多かったんじゃないですか。実際ね、僕が食べていたものって TUC とカロリーは守っているんですけど、お菓子とかデザートとか皆さんでも全然再現できる食事メニューなんですよ。やっぱりね、僕らも継続が苦手な人間なので、こういった食事を取りながらダイエットのモチベーションを高めていって継続することをポイントにしてます。で、今回この動画を見て、いや、これで痩せんのと思った人もいると思うんですよ。実際今ダイエット始めて1ヶ月経つんですけど、現時点で3キロ痩せてますし、毎年こういった感じで時には好きなもの食べたりとか、時には頑張ったりとかって感じでうまくやりながらダイエットを成功させてるんで、ぜひ安心して参考にしてみてください。で、今回の動画を見て、あ、僕も鶏胸肉作ってみようと思った人もいると思うんですけど、鶏胸肉ってパサパサしてるじゃないですか。そこで僕らの公式 LINE ではパサパサした鶏胸肉をめちゃめちゃ美味しくできるレシピを1個の特典として用意してますので、ぜひ下の概要欄から友達追加してプレゼントを受け取ってください。最後に今回の動画を復習します。今回はダイエットで重要なポイントが7つありました。順番に紹介すると、1つ目は自分に必要なカロリーと PFC バランスを知る、2つ目食事のスタメンを決めてローテーションをする、3つ目夜ご飯の炭水化物量は少なくジャガイモなどでかさ増しをする、4つ目食事から取りきれない栄養素はサプリを活用する、5つ目脂質が少ないお菓子は食べても大丈夫、6つ目たまにはカロリーを気にせず外食を楽しむ、7つ目忙しい時はコンビニ飯を活用するでした。ぜひ今回の僕らの1週間食事メニューを参考にしてダイエットを頑張ってみてください。というわけで、僕ら日本一の筋トレ YouTuber を目指してこれからも頑張りますので、ぜひ応援してくれた方チャンネル登録高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイバイ。あれ食ったんよ、セブンのサラダチキン。おお、なんかスティック状の。おお、マジでうまくなってる。びっくりした。あ、そんなに？本当にうまいと思った。ガチか。あのブラックペッパーのやつ。ああ、あれ前食ったのはローソンとかあるわ多分。あ、なんかね、食感がマジでもも肉。俺びっくりしたわあ、マジで。あ、そんな変わってんだ。